データ上は停止しているはずの廃棄処理施設にエデン構成員の出入りを確認しました。どうやら機械類などの物資を運び込んでいる様子、施設の稼働も確認しています。これは判明した搬入物資の内容や類推した搬入量からの推測です。電柱は施設内のジャンクと搬入物資を組み合わせ兵器類を開発しているものかと。ゴミから兵器だと、フィクションではないんだぞ。それをどうにかしてしまうのがセブンスというものです。ラチガイの化け物が。どのような玩具を作ろうとも無駄だ。全て俺が破砕してくれる。シリアクタとしてくれる。朝日の上には落ちないようにね。カッコ撃破の面倒なら天井のサイレンを交換するのが手です。貴様が侵入者か。自ら裁かれに来る。
その度胸は褒めてやろう、能力者よ。随分と大きな態度だ、オールドが。貴様には新たな人類の力をその身に焼き込む必要があるようだ。新たな人類だと？貴様ら能力者は神の定め施設理に背く背徳者。歴史と数に守られ新たな時代を認められないオールドマンだ。このアスロックの愛機ガレとクローネの炎に焼かれている。そのロボットすりつぶせ。見覚えろ。日露さんは貴様だったか。カウンキアルその罪か。この手で断罪する。わめくな。貴様の頭はコンピュートされたプリンだ。オールドの立場を教えてやった。貴様はガレット・クローネのかまどの中で完成。フィナンシ焼き上がりまで静かにして怪物にまみれ褐色にも気取りだ。そのご自慢のガレクタ貴様の墓標としてやろう。時間だ。アンウィズ・ブーシ最終工程にかかる。ぶっちゃけ2人ともキャラ変わってない。全く違う。逃げ惑え不愉快だ、オールドマン。そしてそのしもべ、元にともども触れずし、最大火力で焼き上げる。何をやろう。この罪か。俺がシュレッドストーム。侮りすぎたか。貴様を焼き上げるにはガレとクローネだけでは不足のようだ。奥の手を使わせてもらう。待て、ヤツめ、何をする気だ。ヤツが逃げ込んだのはここか。逃げ場はない。観念しろ。それは貴様だ。これはグラントルタ。スクラップを束ね縫い合わせたガレとクローネの強化外装。もう少し寝かしておきたかったが仕方あるまい。貴様を相手に試させてもらおう。オールドマン、この鋼鉄の拳で薄く潰れろ。ランドじゃない。まずはここまで巨大な兵器を開発して相手に話。人外の考えることが仕方あるまい。はあ、焼き拉致外の力に移動し思考も検査もせず巨体に任せて暴れれば圧倒できると思っている。黒ずみに唱え満足を満たす虚しいデークだ。燃えろ。ドロー、
砕け散れ。生産の落とし物。違う。機械開発は俺の領分でもある。これは燃えろ。人間の英知ある科学者への冒涜だ。俺はその冒涜を破壊する。優れた才能から目を背ける。その愚かさ、やはり暴力か。無論か、今すぐに焼かれ、見え果てろ。エンマークネス、シュレッドストーム。テイクの中で果てたか。ノア、作戦終了だ。今から戻る。はい、湯殿の用意をしてお待ちしております。私にお任せを。やめてあげて、壊れちゃうよ。大丈夫です、ご覧ください。どういうことだ。私が子供の頃はテレビが悪くなった時はこうして直したものでした。とんだ民間療法だ。メカニックに携わる者として了承はできんな。申し訳ありません。今後は慎みます。ノア、怖い。ところでノア、子供の頃とはお前は一体いくつ。とんだマナー違反です、アキュラス。確かに怖い。